熱戦が続く1回戦 E グループ6フレを終え、ここまでパーフェクトペースの大島がトップ。それを照らした岩見が追う展開で、ゲームは第7フレーム。第7フレーム、よーし、進めた。お願い、ターキーが来ました。さあ、このターキーでオープンフレームをね、帳消しにしましたから、うん、まあカウントダウンして5ピンビハインドになってますけれども、テラシタもちょっとこうプレッシャーかかりますよね。何分ストライクがつながっていかない第7フレームです。どうだ、ちょっと外だ、さっきより。よーし、決めた。左はもう17番レーンは盤石な感じですよね。そうですね、17レーン4回投げて4回ストライク。今画面の方では大島由香1フレから6フレまでストライクで埋め尽くされたスコアをご覧いただきました。第7フレームです。ちょっと力がこの辺りから入ってくるんですが、それを弛緩できるかどうか。第7フレーム1投目、大島由香、いい感じだ、戻ってこい。もう前回の鶴井アナミバリですね。そうですね、特にね、決勝で前回第1戦でね、鶴井と決勝を当たって、鶴井がこうね、すごいビッグゲームを打って、はい、大島が打てませんでしたからね、うん、岩見綾乃4つ目になるか。第8フレーム、外から戻ってこい。うわ、薄いか。本人的にはもうちょっとリターンするんじゃないかという気持ちがあったんですが、ここでカウント7。さあ、寺下のここ注目ですね。ストライクが来ていない方の右側18番レーン、ストライクを重ねないとやっぱね、ワイルドカードのね、スコアにも追いつかなくなってしまうのでね、欲しいですね。7を超えていかなくてはいけません。さあ、どんな微調整を見せるか。第8フレーム1投目、寺下外に出した。でしたね。もうヘッドピンに当たって、うん、スプリットになってもおかしくない投球だったんですが、気持ちの中吹き出しをつけるとしたら、本当にありがとうと寺下千佳は言ってるかもしれません。そうですよね。どうだ、ここは3本上がってきました。非常に嫌な3本だったんですが、岩見綾乃第8レーム、スペアでしのぎました。さあ、これは8フレが今度大島由香、この辺りからちょっと意識も高くなってきます。注目しましょう。第8フレーム、いい感じだ。うわ、いつもよりはちょっと外に行き過ぎて。そうですね、まあ、本人の中ではね、そんな失投だと思ってなかったというような感じでしたけれどもね。いやー、パーフェクト見たかったですね。この後ゲームはクライマックス。